ブルーフォードは、イングランド出身のロックバンド。1970年代後半、プログレッシブロックバンド、イエス・キング・クリムゾンの元ドラマービル、ブルーフォードのソロプロジェクトとして活動した、ジャズ・フュージョン志向のグループ。1977年当時、ジャズ・ロック・バンド、ナショナル・ヘルスに在籍していたドラマーのビル・ブルーフォードは、デイブ・スチュワート、ジェフ・バーリン、 アラン・ホールズ・ワースというカンタベリー・ロック人脈を集めてソロプロジェクトを開始。デビューソロアルバム、Feels Good to Me をリリースする。同年、ナショナル・ヘルス交番後、プログレッシブ・ロック・バンド、UK を結成。そして翌1978年に脱退した後、ソロプロジェクトに専念し、ブルー・フォードの名でバンド形態に発展させる。1979年、 ほぼインストゥルメンタルで構成されるアルバム、One of a Kind をリリースした。同年のライブアルバム、The Blue Ford Tapes と、その時期の関連ツアーにて、ホールズワースが降板し、ジョン・クラークが公認を務めた。1980年、アルバム、g r a d u a ー・ゴー Going t o ド r n a d をリリース。主催する、ビル・ブルーフォードは、キング・クリムゾン時代の同僚ロバート・フリップと共同で、 ディシプリンプロジェクトに注力するため、この年でバンド活動を解消した。アルバムフィールズグッドトゥミーでは、ボーカルで、アネット・ピーコック、管楽器で、ケニー・ホイーラーが担当。アルバムワンオブアカインドには、バイオリン奏者、エディ・ジョブソンが客演。アルバムグラディアリーゴーイングトルネードでは、ベース奏者のジェフ・バーリンが、ボーカルも兼任。年月、 リマスターリミックス未発表曲を含む音源をまとめた8枚組ボックスセットがリリースされた。未発表の素材はロンドンのザ・ベニューで録音されたライブ音源と1980年に所属レーベル EG レコードによってバンドが降ろされたために実現しなかった4枚目のスタジオアルバムのために準備されていた音楽イコール18曲の短いトラックや断片で構成されている。 ありがとうございます。